ジャンルイ・マリー・ボルローは、フランスの政治家。国民運動連合所属。ベルギーにルーツを持つ、公務員の父、オートイコール・コルス県出身の母との間に、パリで生まれる。パリ第10大学で、歴史学と経済学を学ぶ。1976年、ヘック経営大学院で MBA を取得。1980年代弁護士として活動。後に、 フランスのサッカークラブチーム、バランシエンヌ FC の会長となる。1989年、バランシエンヌ市長に当選したのが、きっかけとなり、政界入りする。1989年から1992年まで、欧州議会議員。2005年、ドミニク・ド・ビル・パン内閣の雇用、社会、住宅省に就任する。与党国民運動連合を構成する。 急進党の共同党首をアンドレ・ロシノーと共に務めている。大臣在任中にイボルローは、機械均等、住宅、雇用の保障を三つの柱とする、社会統合のための五可燃計画を発表した。2007年5月、フランソワフィヨン内閣の経済、財政、雇用大臣として入閣。国民議会選挙で副首相閣であったアランジュペが、 落選したことに伴い、公認の環境を持続的発展、計画大臣に横滑りした。2010年11月に退任。ありがとうございます。